はい、おはようございます。寒ー。カーテン開けた瞬間、もう部屋ガンガン寒なるな。ただいま、お帰り。はい、というわけで帰ってきました。あー、しんどいね、しんどいの歌を作ろうかしら、やめよう。はい、時刻が19時22分でございますね。はい、というわけで、首と目がやばい。ほんま、頭痛。なんか目からのこう、頭痛が来ますよね。ああ。着替える。ちゅうわけで、着替えて走りに行きましょうか。今日はまだ寒さ的にはそんなに、マシなんで、まあいいかなと思います。ああ。ああ。よっしゃあ。じゃあ、着替えますか。はい、ケパンです。今日の10キロありました。記録はこんな感じです。はい、まあちょっと風が強かったですね、今日は。さあ、今日で1094日目でございます。あと2日です。いやなんかあれやね、寂しいね、うん、まあね、まあ一旦終わらすだけやから。3年間あと2日はね、あと2日で3年間ですから、3年間走ったらね、体もちょっといたわってあげましょう。はい、全然うまいことコメントができんけど。そういや、走り始めてね、どれくらいかな、あれ1キロ過ぎたあたりで友達と会いましたね。チャリンコでいきなりなんかウィみたいな感じで声かけられたんで、誰ってなりましたね。俺のファンと思って。またね、それで力をもらうことができました。はい、ちゅうわけで帰りましょう。
うまい。はあ。ああ、目しんどいな、今日も。もう眼精疲労から来る頭痛ってほんまね、イライラしてくるんですよね。もう、今日とかももう、後半らへんかな。結構、眼精疲労を来てて、もうね、細かい字を見るのがしんどいってなりましたね。もうイライラする、イライラすると思いながら。ほんまイライラしてくると思いながら、仕事をしてましたね。ああ。ええ、ちょちょああ。はあ、寝た。まあ、明日、明後日は休みなんで、はい。あ、待って、天気いいかな明日、明後日。最終日、雨とかじゃないよね。天気予報まだ見てないけど。最終日雨とかやったら嫌やな。めちゃくちゃ試されてるよね。この時期の雨ってほんまに辛いから。もう体キンキンに冷えるから、正直、いくらね、全力疾走で走っても、もう汗とかじゃないよね、なんかもう。もうなんか汗、あったかい、体はあったかい気はすんねんけど、もうすぐキンキンに冷えるから、ほんまあれはやばい。この時期の雨ランだけはほんまに避けたい。うん。でもあれすごいっすよね、雪国の人たち。いや、僕の住んでる神戸のそのね、とこは、雪全然降らないんですよ、マジで。1年に1回、ちょっとたまに、なんか、ほんのちょっとほんまに。なんか車の上にほんのちょっとなんか、1センチぐらい積もるぐらいの場所なんですよね。だからその、雪合戦とかが、一回もしたことないんですよ、人生で。なんか、小学生の時にちょっとなんか降った時はあったんですけど、でも、その雪を集めたとしても、もうなんか砂利が混ざって汚い、なんかもう、茶色というか、黒というかね、わかります?あんなんやから、なんか真っ白いこう雪のこのだるまを作った記憶がない。ほんまに。ああ。雪国のランは辛そうやな、でも。どんな感じなんかな。あれ、靴どうしてんのかな、ほんまに。普通の靴やったら滑るんちゃうんかな。気になるな、その辺が。おはようございます。寒いね、ほんとに。何度今、ちょっと待って。あ、寒い。4度。ああ、もうよう分からへんわ。前までめっちゃ暖かかったのに、急に寒すぎるから。体が追いつきませんわ。寒い。可愛くないですか?この、うさまるのマグカップ。姉ちゃんがくれました。なんかセブンイレブンのやつかな?かなんからしいです。僕、うさまるファンなんで、はい。うさまるファンなんです。これはね、4年 ?3 年ぐらい前に誕生日でもらったもんですね、うさまる。うさまるのこのフォルムめっちゃ良くないですか?僕、キャラクターで好きなものってまあ、アンパンマンとかも好きなんですけど、いわゆるその王道ななんかディズニーとか、なんかそういう系はね、好きじゃないんですよ。でもこのうさまるだけはね、なぜかこう、好きなんですよ。いやー、かわいいわ。さあ、もう、29のやつが何言ってんでしょうね、ほんま。ゼビオとか、ちょっと、まあそういったところを、いろいろ回っていきたいなと思います。ちょっとねスマートウォッチをちょっとばかし買い替えたいという気持ちがございまして、すごい流れ込んで、ちょっとね心拍数測れるものに変えたいと思って、
とこれからの僕のその、まあ、ランニング活動といいますか、そういったのといろいろと変えていこうと、変えるじゃないか、足していこうと思っているので、はい、はい、帰ってきました。あのね、まあガーミンを求め私、いろいろとお店回ったり、しておりました。そしてですね、だいぶ悩みました。売り場でずっと一人キョロ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 とかして、あとはね、あの YouTube でいろんな人のガーミンのレビュー動画見て、なるほどと思いながら、はい、そしてね、時計をね、こう何、どうしようかなと思った時にね、店員さんに声かけられました。お兄さん、プレゼントですかって。え？って。クリスマスプレゼントですかって言われて。彼女じゃないんです。彼女じゃないんです。と思いながら、まあそんなとこですねって返しておきました。これができる大人の対応ですね。ということで、僕の新しい、ランニングパートナーを紹介したいなと思います。はい。ちょっと値段は見せないでおこう。調べたらわかるけど。ガーミン245でございます。はい。うん。迷った、だいぶ。だいぶ迷った。うん。もうええわ。値段も、もうええわ。見せとくわ。あ、でもこれね、安くなったんですよ。10% オフとか。いや、それでも高い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 。びっくりした。今、自分で何言うて。もうマジで、ね、悩んだんですよ。なんでね、そのまあ、まあ、いろんな人のこう、レビューとかを見て、で、なおかつ、結構ツイッターで書いたんですよ。そしたら、245どうですか ?245 どうですか ?245 どうですかっていう、結構なコメントいただきまして、やはりそうかと。ただ、すごく悩みました。ただ、僕も一応、まあ、ランニング YouTuber ということなので、さすがに心拍のない時計を、まあ、ずっと使い続けるのは、まあ、別に、すごく、まあ、この時計自体気に入ってるんですけども、まあ、新しい一歩をね、次のステージに、次の新しいことを始めていくためには、やはり、ガーミンの、まあ、こういった心拍機能とか、もうちょっとこう、必要になるかなと思って買いました。YouTube の収益でね、まあ、いただいてたもので買おうかなと思ったんですけど、やっぱそれはね、もっと別のことに使いたいなと思ったんで、はい。普通に自分の貯金を切り崩して買いました。はい。結構ね、それこそ、なんかたまにね、アンチコメントかなんかで、そのシューズを親に買ってもらったんですかみたいな。いいですねみたいなコメント来るんですけど、なきゃねえだろ、バーガー自分の金っちゅうね、全部。どれだけ貯金を切り崩して YouTube というものを僕がやっているか、ほんと。勘弁して。はい。というわけで、ちょっとこれ充電しますか。せっかくなんでね。はい。はい、ゲポンです。今から今日の10キロ行きます。シューズは、ペガサスターボです。はい。今日と明日ということで、はい。しっかりと走っていきたいなと思います。寒い。行ってきます。Thank you.
はい、今日はです。今日の10キロ終わりました。記録はこんな感じです。はい、残すところあと1日でございます。はい。感慨深いものがありますね。3年間ですからね。0歳の子が、12月23日に生まれた子が、3歳になるということで、2017年の12月23日に生まれた、お子様、元気でしょうか。ゲポンでございます。はい。マジで何言うてんだよな、こんな外で。はい。まあね、最後は、まあ、最後もね、まあ、自分らしくというか、いつも通りで、明日も走ろうと思います。で、ね、新しくなったガーミンのなんか、ちょっと心拍数とか、そういうのを変えていろいろと勉強していきたいなと思います。帰ります。明日はどこ走りましょうかね。せっかくなら、信号がないところをまあできれば全力で走りたいなっていう気持ちですね。よいしょ。たるみからスマ方面に行くと信号なしで走れるんですよね。二国沿いのとこをひたすらまっすぐ行って、まっすぐ行って帰ってくるだけなんで、それでもいいな。もしくは最後に、まあトラックじゃないけど一周800メートルぐらいのあの公園っていうかあるんで、そこを走るのもありですね。原文出そう。危ない。ああ、本当に、終わりね、終わりですね。はい。3年間というのが、3年間って、まあ、聞くとあれなんですけどね。まあでも日数にすると、1096日やから、なんかね、あんまりピンとこないですよね。やっぱ3年間って言った方がなんか、インパクトはありますよね。何のインパクトかは分からへんけど。まあ、どっかでね、使えたらいいですね、そのフレーズが。まあ、あとはできるだけ疲れを残さないように、今日はしっかりとストレッチしていこうと思います。はい、おはようございます。眠って。さあ、ということで。最終日ですね。何時に走ろうかな。お昼過ぎぐらいにしましょうかね。それまでは、まあ、動画編集したり本読んだり、あと動画の企画も何本か考えてますので、それの方を煮詰めていきたいなと思います。キングコング西野さんだからできるように。はい、今から今日の10キロ行きたいなと思います。シューズはベイパーフライです。はい、まあ最終日天気も良くて、まあそのおかげか結構まあわりかしあったかいかなと思います。はい、どこ走ろうかな今日マジで。スマ方面行こうかな。直線の方行くか、それともちょっとうねうねしながら走るか。でもせっかく最終日なんで、できればいいタイムで走りたいっていう欲はあります。はい。どこ走ろうかなマジで悩む。まあそんなこんなで間もなく最終日、3年目、行ってきます。はい、はい、では1096日目、3年目ラスト、行ってきようと思います。よし、スタート。Thank you.
はい、5キロです。18分30秒。9キロです。タイムは34分でございます。ラスト1キロ、シャイ、けけけけ。はい、ケボンです。今日の10キロ終わりました。記録はこんな感じです。はい、無事3年目迎え、そして終了することができました。はい、ありがとうございました。走りながらいろいろ振り返ようかなと思ったんですけども、そんなことをするなと、今を全力で走れと自分に言い聞かせました。全然僕より速い人からしたらこのタイムは大したことないって思うと思います。はい、でもこれが僕の今の全力でございます。本当に苦しかったです、途中。国道沿い二国のとこね、塩屋からスマの間、特に折り返しかな、風が本当に強くてもう全然呼吸できなくて、もう本当にねやめたいって思いました。もうこんな苦しいこと、もう今すぐやめたい、もう足止めていいかなって思いました。でもやっぱりそれはできなかったですね。走りながらこの言葉を思い起こしてました。しんどい時こそ、選択する時こそ、辛い道を、しんどい道を行けと、そういった言葉を思い出して、今がしんどいから今一生懸命走れって自分に言い聞かせました。本当にね、この3年間2017年の12月23日からずっと走り続けて、雨の日も風の日も怪我した日も体調悪かった日も病んだ日も彼女に振られた日も、はい、本当に走ってるとね、辛いことばっかり、こう辛いことばっかりと言いますか、そういった日がやっぱり人間って印象的じゃないですか。僕はなんか楽しかった、嬉しかったってことより、どうしてもこうそっちの記憶が残りやすいタイプなんで、でもその時もね走ってたんで、本当に僕は走るってことに
救われてたんじゃないかなと思います。はい。そしてね、本当に途中からで申し訳ないんですけど、 YouTube をね初めて本当に前半の702時間ぐらいかな、前半でいいかと思うんだけど、そこがないのが本当ちょっと申し訳ないんですけど、はい、本当途中からなんですけど、たくさんの人が、応援してくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、まあ、一旦ねこれの連続ランニングは、終了になりますけども、僕のねこれからの YouTube も全然続けていきますし、ランニング自体もやめるわけでもないです。でこの動画はいつも通り金曜日に上がってますでしょうし、でね月曜日にも、まあ、いつも通りの本当に僕のなんて言うんでしょうか、日常をねまたいろいろと映し出していこうと思いますので、また、引き続き僕の動画を見ていただけたら本当に嬉しいでございます。はい、ちょっと最後にいろいろと、長くなってしまいましたが、はい、本当に、ありがとうございました。ということでまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、そしてツイッターとインスタもやっておりますので、そちらもよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。